さて、ここに来る途中話した通り、ここは前言ったロダンと同レベルのライブハウスだ。しかも今回はメジャーレベルのチームが何組もいる。厳しい勝負になるだろう。だが今のお前たちなら勝てるはずだ。うん、勝つよ。アキトが町の人たちに宣言した通り、次のイベントでラッドウィーケンドを超えるために。全員限界を超えるつもりでいけ。いいな。はい。ちょうど出番が来たようだな。よーし、お前らかましてこい。俺も続くからな。うん、お互い全力でぶちかましていこう。それじゃあお前ら行くぞ。あ、すごいチームばっかりだったし、でもちゃんと勝ててよかったな。勝者が決まりきらずもう一曲となった時は驚いたが、結果として今までで一番いいパフォーマンスになったな。ったく、あんなすげえチームと渡り合うなんて、お前ら本当にとんでもないレベルになったよな。そういうお前もかなり食らいついてたじゃねえか。まあ少なくとも気合は負けてられねえよ。ただでさえ実力足りてねえし、離脱してた分も遅れてんだから、死ぬ気で追いつかねえと。おう、頼むぞ。あ、そういえば父さん、この後の練習って。ああ、すまん、言い忘れてたが、俺はこれからコルのばあさんと話がある。お前らも今日はいつもより消耗しただろうから、ここで解散としよう。この後はそれぞれ自主練してもいいし、課題について考える時間にしてもいい。好きにしてくれ。うん、わかった。じゃあ、あんまり根詰めすぎるなよ。んじゃ、こっからどうすっかだな。課題もやりたいところだが、俺は今日のイベントでサビのピッチが気になった。まずそこを揃える練習をしてから課題に入るのはどうだろうか。オッケー。光太郎はどうする？俺は家に帰って自主練するかな。最近弟にたまには早く帰ってきてって言われてんだよな。弟さん、三田さんが大好きなんですね。それじゃあ今日は弟さんとゆっくり過ごしてください。うん、また明日な。じゃあちょっと休憩したら練習に。みんなー。の今の声はやっぱり蓮か。みんないる。ねえ、今話す時間ある？あ、うん。そんなに慌ててどうしたの？実はね、世界に新しい場所ができたんだ。え？新しい場所？
確かに。こんな場所、初めて見たな。つーか、こんなでかい場所が急にできたのか。みんな、こっちこっち。あ、リンちゃん。それにみんなも。ねえ、ここって一体。私たちもまだよくわかってないんだ。さっき部下に連れてこられたばっかりでさ。そうだったんだ。でも、どうして急に？はっきりとはわかんないけど、多分、みんなの思いから新しくできたんじゃないかな。思いから新しくって、んなことあるんですか？ここが、もともとみんなの思いで作られた場所だから、強い思いに影響されて、変化が起きても不思議じゃないわ。変化、ですか。でも、私たちの思いって、前とそんなに変わってないと思うけど。そうだな。ラットウィーケンドを超えたいって気持ちは、前から変わってねえし。確かにね。あ、でも、どんな思いでできてるかは、この場所を調べてみればわかるかもよ。世界には、みんなの思いが反映されるからね。この場所は…本当に大きな広場だな。それに、壁にもたくさんグラフィティがあって…あれ？小羽、何か見つけた？あ、あそこにある大きな建物の壁、ちょっと変だなって思って。ああ、確かにそうだな。壁の大半がグラフィティとフライヤーで埋め尽くされているのに、なぜか中央だけが空いている。そこだけぽっかり空いてるって感じだね。なんでなんだろう。まあ、確かに気になるが、わかんねえなら今は考えても仕方ねえな。他にヒントになりそうなもんがないか探してみるのはどうだ。そうだな。まずは全体を把握するとしよう。とりあえず一番近い路地から行ってみるとするか。そうだな、海外っぽいっつうか。確かにこの道はボストンの街並みに似ている気がするな。そうなの？ああ、昔父さんのコンサートがあって行ったことがあるんだが、その時歩いた通りに似ている。あ、そういえばさっき広場から見えた別の路地は昔写真集で見たメキシコの通りに似てたかも。じゃあここにはいろんな国の通りが集まってるってこと？そこにも何か意味がありそうね。いろんな景色が見れるから面白いな。よし、この先も見ちゃおうっと。あ、レンズ無理、待ってよ。二人とも急に走ったら危ないって。たく、相変わらずだな。なにこれ。ん、どうしたんだ。みんな早くこっち来て。道が大きな壁で塞がってるの。壁だね。周りの建物もそこそこあるが、この壁はそれより高いな。
それに、とても丈夫そうだな。窓も扉もないし、まるで城壁のようだ。つうか、なんで道が塞がってんだ。これじゃ先に進めねえぞ。とりあえず、他の道に行ってみる？そうだな。広場から伸びる道は何本もあったから、どこかの道は先に行けるかもしれない。んじゃ、そっちの横道から行ってみるか。まさか、こっちにもでけえ壁があるとはな。今、隣の道も見てみたんだけど、そっちも塞がってるみたい。もしかすると、路地の先は、すべてこの壁によって塞がれているのかもしれないな。それじゃあ、あっち側は探せないのかな。この場所がどんな思いでできたのか、調べたかったけど。にしても、何なんだこの壁。どう考えても不自然すぎんだろう。そうだな。道の途中に突然現れた、というようにも見える。この壁も、私たちの思いでできたのかな。だって妙に存在感あるしさ、思いでできたって考える方が自然じゃない？そっか、確かに考えてみるとそうだね。でもこんな壁ができるような思いって一体？一説によると、夢に壁が出てきた場合は圧迫感やストレスを感じていることが多いらしいな。まあ、ラッドウィーケンドを超えるって覚悟も決まってる今、なくはねえな。その場合、プレッシャーって言葉の方が合ってそうだが。そうなると、この壁は私たちが感じているラッドウィーケンドってこと？確かにそう考えられるかもしれない。この超えようって思えねえほどのデカさを見ると、納得できるな。うん。いろんな国の通りがあるのも、それに関係してるのかもね。え？ほら、今のみんなには、ラッドウィーケンドを超えた先にも、思いがあるでしょ？あ、そっか。ナギさんの夢の先に行く。つまり、世界を取ろうっていう思い。わからないけど、多分ね。じゃあ、ラッドウィーケンドを越えたら、この壁の先の、もっと広い世界に行けるのかな。うん、きっとそうだよ。いい場所だね。みんなの夢がわかりやすく形になっててさ。よーし、ここがどんな思いでできてるか分かったことだし、みんなで、この辺りの通りに行ってみない？あ、いいね。いろんな国の通りがあるし、散歩したら絶対楽しいの。確かに、世界のいろんな通りを見たら、世界を相手に歌うぞーって、イメージ湧きそうですね。そんじゃ、ブラブラすっか。さっき通った道、もう少し見てみたかったしな。そうだな。俺は最初に広場で見かけた道が気になるな。あ、私もちょっと気になってる通りがあるんだけど。
全部回るとさすがに時間かかるし、ここから自由行動にする？後で広場に集合ってことで。確かに。それならこの後練習もできるしな。ではしばらく自由時間とするか。30分後に広場で落ち合うとしよう。